おはようございます。社畜デザイナーのこてつです。前回に引き続き実家からお届けします。今日は8月15日、お盆休みです。台風も過ぎ去り、天気は少し落ち着いています。水道水を浴びて目を覚まします。この朝のルーティンは実家でも健在です。姪っ子が徘徊しています。少し警戒されながら適度な距離感を保っています。母が昼食を作っています。家族全員分のご飯を作るのは大変ですが、どこか生き生きとしています。昼食はうどんです。卵がプルプルです。いただきます。具沢山でうまいです。これで今日も一日乗り越えることができます。台風が過ぎ去ったので祖母の家を確認しに行きます。到着しました。祖父は10年前に亡くなっていて、祖母は今老人ホームに入居しています。そのためこの家は空き家となっています。今年に入って村に空き巣被害が多発していて、この家も空き巣が侵入したようです。少し荒らされましたが、盗まれたものもなく大事には至りませんでした。土の香りがします。築60年から70年といったところです。古さからか築年数以上の深みを感じます。床は苔で覆われています。火鉢が置いてあります。子供の頃、この火鉢で暖を取っていました。台所は古いですが、手入れが行き届いています。日の光が差し込む、ぬくもりある台所です。キッチンの横には、小さなテーブルがあります。ここで祖父と祖母は食事をとっていました。たまに遊びに行くとお粥を出してくれたのを思い出します。
古き良き家です。リノベーションをしてここを第二の拠点としたいです。祖母の集めた骨董品が置いてあります。今はデジタルの文化ですが、こういう工芸品はずっと残り続けるのでいいものです。昔ながらの箱や薬箱もありました。父が楽しそうに部屋の小物を僕に見せる姿は微笑ましいです。実家に帰ったり祖父母の家に行ったりすると僕も家を欲しくなります。将来子供たちにこの感覚を味わってほしいです。ほっこりとした気持ちで家に戻りました。仕事を始めます。お盆前に終えたタレント撮影のレタッチのやり取りをしています。40代の女優さんの肌をレタッチャーにきれいにしてもらいます。目尻のシワ、たるんだ二重顎も現代の技術によりきれいに整います。レタッチの過程を見るたびに目の前のものを何も信じられなくなりました。晩ご飯です。今日は焼肉です。久々のごちそうです。肉が神々しく輝いています。実家ではどれだけお肉を食べてもタダです。これだけで帰省する価値があります。最高の食事でした。ご飯が美味しいだけで最高の一日を過ごせた気分になります。部屋に戻ってもう少し働きます。腰が辛すぎて体勢を変えて作業をしています。座骨神経痛に苦しめられていて長時間座れない体になってしまいました。このままだと廃業です。窓の外は虫だらけです。田舎では小さな虫が網戸の隙間をかいくぐってきます。
そういう時はベープマットで部屋に結界を張ります。いろんな香りを楽しむことができます。顔に小さな虫がくっついてきますが、気にせず寝ます。おやすみなさい。おはようございます。快晴です。日の光を浴びて脳を叩き起こします。今日はビデオ会議が2件入っています。弊社メンバーは休むという思考回路が欠損しています。社員全員労働マシーンです。キッズがご飯を食べています。動画を撮ってても無視されています。今日はうなぎです。このタレの味がたまりません。カツオのたたきもいただきます。昼に家族みんなで飯を食う、このなんてことのない日常が一番の幸せです。現実に戻ってきました。ビデオ会議に備えて着替えます。ビデオオンでの打ち合わせなので、背景が白色の場所を探っています。今回は会社には黙って帰省したので、実家に帰っていることがバレることは死を意味します。打ち合わせが始まりました。次回の撮影に向けて打ち合わせ中です。タレント絡みの大きな撮影なので、準備を入念に行います。終わりました。3時間の長丁場でした。気分転換に姪っ子と戯れます。サワガニを拾ってきたようです。子供は恐れというものを知りません。今度は野菜をカゴに入れ始めました。何にでも興味津々です。僕が食べているおやつを狙っています。
活力をチャージしてまた部屋に戻ります。新幹線の乗車券を購入します。今日の夜に東京へと戻る予定でしたが、台風の影響で新幹線が止まっているので明日に変更します。晩ご飯ができました。クジラ肉の揚げ物です。ジューシーでうまいです。東京でクジラはあまり食べないので実家で食いだめておきます。デザートとおやつを携えて部屋に戻りました。スイカを食べながらメール対応します。デザートのゼリーをひと飲みします。お盆期間中でも定時後のメールは行き交います。こんな時の夜くらいみんな休めばいいのに、そう思いながら結局僕も働きます。メールを受け取っている相手も同じように思っているかもしれません。地元の花火大会を見に来ました。周囲にはこてつけしかいません。家族だけでこの花火を堪能します。田舎なので人も少なく、遮るビルもないので、どこでも花火を見ることができます。子供の頃からこの花火を見て育ったので、東京の花火大会を見に行った時は地獄かと思いました。すし詰め状態で電車に乗って花火大会の会場まで行き、パリピどもの叫び声を聞きながらの花火鑑賞でした。そんな都会の花火とは異なり、村の花火は静寂に包まれた中で花火の爆破音だけが響き渡ります。今まで見た花火の中で地元の花火が一番好きです。視聴者の皆さんにも村に来てこの花火を見てほしいです。最高の花火でした。東京に戻るのを一日ずらした甲斐がありました。この思い出であと半年は社畜生活を耐え抜けそうです。明日は朝早くの電車で東京に戻ります。おやすみなさい。おはようございます。しっとりとした朝です。雨は降っていませんが霧が深いです。眠すぎて帰りたくありませんが、今日は午後に打ち合わせが2件あるので帰らなければいけません。
最後のパンを噛みしめます。社畜の戦闘服に着替えます。ブラック企業の社畜は黒に身を包むことで忠誠を誓います。地獄へと戻ります。両親の車で最寄り駅へと送り届けられます。20キロの道のりです。高校生の頃の夏休みの部活の練習にはここを自転車で通っていました。あの頃の体力を取り戻したいです。特急電車で名古屋へと向かいます。名古屋発東京行きの新幹線は止まっていました。終わりました。電車は当分動かないので、名古屋で働くことにします。カフェを求めて旅立ちます。どのカフェも満席です。帰宅難民となったサラリーマンで溢れていました。道端で働くしかないです。ケツが痛すぎたので、空いているカフェに避難します。名古屋といえばモーニングです。雑なパンですが、美味しいです。名古屋で勤めている友人とランチに来ました。夜まで帰れそうにないので、名古屋を満喫することにします。同じ村出身の幼馴染です。今度ともに温泉に行こうと計画中です。帰宅難民となったので、名古屋で淡々と働きます。ビデオ会議も2件こなします。カフェが賑やかすぎて、仕事が滞りまくってしまいました。この3時間のビデオ会議が終わったら、すぐに新幹線で帰ります。やっと帰れます。10分ほど新幹線は遅れていますが、無事に帰ることができそうです。
今回は弾丸で帰省して気力を回復できました。台風がぶち当たったり新幹線が止まったりとアクシデントもありましたが、それも含めていい思い出です。明日からも東京で頑張ります。お疲れ様です。本日もご視聴ありがとうございました。